が朝来てみると、せっかく何重にも張った、スズメ焼きネットにやっぱり田の中にスズメが入ってたので、さらに、スズメ焼きするために真ん中を背を高くしました、この通りです。まあこれでどんだけ抑えられるか、この横の彼岸花綺麗ですね。それに引っかえて、この相手はもう秋の寂しさが広がってきました。なんかユリの、咲いた後、この中に種があるんですか、出てきますね。2週間ちょっとすると、いよいよ今年の稲刈りですが、だいぶスズメに吸い込まれて、穂先が白くなってますが、まあ、それでも、収穫はちゃんとあるでしょう。